はい、それでは優勝者の、小林朔太郎選手、感想とファンの皆様にお願いをいたします。小林朔太郎です。今日は応援ありがとうございました。来年はまだ出たことないレインボージャンプの上のコールが出るようにもっと飛んでいきたいと思います。またこれから白馬と札幌でも大会が続きますので、そっちの大会も見に来て応援していただいて、大会盛り上げていただければというふうに思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今一度優勝の皆様に大きな拍手をお願いいたします。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。お戻りください。